シア国内で数々の異変、軍関係者の不審死、処刑動画を称賛する次期大統領候補、反旗を翻した大富豪、プーチン大統領窮地の実態。11月13日、プーチン大統領が一方的に併合を宣言していたウクライナ南部ヘルソン州からロシア軍が撤退しました。ウクライナ当局によると、ロシア軍はドニエプル川の西岸から撤退し、ザポリージャ州のメリトポリやドネツク州のマリウポリに兵力や装備を集中しているということです。新たな局面を迎えているロシアによるウクライナ侵攻ですが、一方で軍関係者の不審な死や大富豪がロシア国籍を放棄するなど、国内でも様々な異変が起こっているといいます。今プーチン大統領に何が起こっているのでしょうか。ロシア情勢に詳しい筑波大学の中村逸郎名誉教授が徹底解説します。ヘルソン州ナンバー2が事故死、浮上する殺害疑惑。プーチン大統領にとってヘルソン州から撤退しないといけないというのは想定外ですよね。筑波大学中村名誉教授。そうですね、知人のロシアの政治学者がメールで教えてくれたのですが、ヘルソンから撤退したことは日露戦争以来の戦争になってしまうのではないかという声が出ていると。それほどロシア全土でも非常に大きな話になっているということです。タス通信は11月9日、ヘルソン州の親ロシア派ナンバー2、ストレモウソフ氏が交通事故で死亡したと報じました。ストレモウソフ氏は事故当日の朝、ラジオ番組でヘルソン州からのロシア軍撤退は裏切りだと批判していました。ストレモウソフ氏が亡くなったことを受け、親ロシア派のヘルソン州サリド暫定知事が弔意を示した動画を SNS 上にアップしました。しかしこの動画は事故前に撮影した疑いが浮上しています。ウクライナの内務省顧問は、ロシア情報機関連邦保安局が事故を仕組んで撤退に反対するストレモウソフ氏を殺害したとの見方を示しています。そもそもこの事故はなかったのではないかという話もあります。確かに事故の写真はありますが、人が誰も写っていないんです。元戦闘員の処刑動画を称賛した次期大統領候補。ロシア独立系メディアメドゥーザは11月13日、民間軍事会社ワグネルの元戦闘員でウクライナで投降し、ウクライナ側として戦うと語っていた人物が裏切り者として処刑された疑いがあると報じました。ワグネル系の SNS には元戦闘員が処刑される動画が投稿され、物議を呼んでいます。この動画についてワグネル創設者プリゴジン氏は、素晴らしい演出だと称賛し、関与を示唆しています。元戦闘員は殺人罪で服役中にプリゴジン氏から勧誘を受け、戦闘員になったということです。中村名誉教授によると、プリゴジン氏は1990年代にレストランなどを経営していて、プーチンの料理人と呼ばれる人物です。2002年にはプーチン大統領とブッシュ元大統領との食事会がプリゴジン氏の経営する水上レストランで開催されました。その後、新興財閥オリガルヒの一人に上り詰め、ウクライナ侵攻ではワグネルの戦闘員を次々と派遣するなど、ロシア軍のキーパーソンとなっています。アメリカ戦争研究所の10月25日の報告書には、非常に発言力や影響力を強めてきていて、プーチン大統領はプリゴジン氏の言うことを聞かないといけないところまで来ているとあり、中村名誉教授は次期大統領に最も近い男かとしています。素晴らしい演出だという言葉、非常に恐ろしい表現ですね。中村名誉教授、プリゴジン氏はどんどん囚人の動員をかけているのですが、戦地に行けばお金を渡すが、裏切ったら殺害すると予告していると開き直っているんです。プーチン大統領は民間軍事会社であるワグネルに頼らざるを得ない、そしてプリゴジン氏はどんどん力を持ってきているということですか。中村名誉教授、そうです。アメリカで中間選挙がありましたが、その直前にプリゴジン氏は、これまでのアメリカの大統領選挙、今回の中間選挙にもどんどん介入していると豪語しました。
まるで自分がロシアの大統領かのような言動です。さらにすごいのは、次期大統領のポストを狙うには財力がなくてはいけませんが、ワグネルという組織は2014年以降アフリカに進出して政府軍をサポートしています。その代わりにアフリカの10カ国以上のダイヤモンドの採掘権を得ていて、本当にたくさんの金を持っている人なんです。一方のプーチン大統領について、イギリスメディアのザ・サンは11月1日、ロシア治安当局の情報として、プーチン大統領は初期のパーキンソン病と膵臓がんと診断されたと報じました。根拠として右手甲にある注射痕を挙げています。ロシア情報院は、最近診断された膵臓がんを抑制するために、あらゆる種類のステロイドと鎮痛剤治療を定期的に受けているとしています。健康不安説はやはり消えないですね。中村名誉教授、はい、神経科の医者が、プーチン大統領はかなり精神的なストレスが強くて、表情や体の動かし方を見ると精神的にもかなり病んでいるのではないかと見ているという情報もあります。大富豪の国籍放棄に強硬派の台頭、窮地に立つプーチン大統領。そんな中、11月1日、ロシアのオンライン銀行の創業者オレグ・ティンコフ氏が自身の SNS で、私はロシアの国籍を捨てる、プーチンのファシズム政権とは付き合えないとしました。ロシアメディアによると、2022年にロシア国籍を放棄した人物は5人目になるということです。オレグ・ティンコフ氏は、2021年現在の総資産が6600億円という長者番付に乗るような大富豪です。4月には SNS で、 Z の文字を書くバカがいるが、どの国にも1割はバカがいるものだ、ロシア人の9割は戦争に反対しているとし、さらに西側諸国に対して、プーチン氏が面目を保ちつつ虐殺をやめられるよう出口を明示してほしいとしていました。さらにモスクワ市職員の2割から3割がロシア国外に出国しており、住宅、医療、教育に影響が出ています。国外への出国数は、2022年7月から9月末の間に約1000万回に上りましたが、これは4月から6月の約2倍にあたります。また動員令が発令された9月21日は、近隣の出国便の航空券はすべて完売し、陸路の国境では数キロメートルの渋滞が発生しました。大富豪たちがどんどん国外に脱出してしまうと、ロシア経済も厳しくなるし、プーチン大統領も戦費がないということですよね。中村名誉教授、そうですね。なぜこういう人たちが国外に出てしまうかというと、自分の持っている企業をロシアが国有化しようとしているんです。例えばオーナーが持っている株をただ同然で売れと迫られているのです。今後のロシア軍の動きについて、撤退の際に橋なども壊していますが、怖いのはダムの破壊ですね。中村名誉教授、そうなんです。破壊したダムの北側に原発があります。その原発の冷却水はドニプロ川から取っているんですが、ダムが決壊していくと水位が落ちて原発が冷やせなくなる危険性があります。プーチン大統領の周りには影響力が強い人がいるのでしょうか。中村名誉教授、周りには3人強硬派がいます。今回の戦闘がロシア側に不利になればなるほど、この強硬派の発言力がどんどん強くなっていって、プーチン大統領自身の実権がだんだんと弱体化してくるという非常に危険な状態になってきます。ロシアやソ連の歴史を見ると、大きなクーデターが起こって突然大統領が変わることは少なくて、2年から3年経って気づいたらいないというのが多いですよね。中村名誉教授、多いです。ロシアの歴史、ソ連の歴史を見てみると、プーチン大統領ももしかしたら突然いなくなってしまう恐れだってあるわけです。それに代わって強硬派の人たち、プリゴジン氏が一番有力だと言われていますが、政権を乗っ取るという事態もあります。まさに今のプーチン大統領は窮地にいます。